聖書を朗読いたします。手元への第二の手紙の三章の十節から十七節までです。ここ約聖書の三百三十五ページです。<laughs> しかし、あなたは私の教え、歩み、志し、信仰、寛容、愛、忍耐、それから私が安定オけ、 イコニオム・ルステラで受けた数々の迫害苦難によくも続いてきてくれたそのひどい迫害に私は耐えてきたが主はそれら一切のことから救い出してくださったのである一体キリストイエスにあって信心深く生きようとする者は皆迫害を受ける悪人と詐欺師とは人を惑わし 「人に惑わされて悪から悪へと落ちていく」「しかしあなたは自分が学んで確信しているところにいつもとどまっていなさい」「あなたはそれを誰から学んだか知っておりまた幼い時から聖書に親しみそれがキリストイエスに対する信仰によって救いに至る知恵を ああなたに与えるるる書物であることを知っている聖書は全て神の霊感を受けて書かれたものであって人を教え戒め正しくし義に導くのに有益である。それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものになるのである。 お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、尊き主の皆を拝め、賛美いたします。私たちの罪のために十字架であがないの死を遂げ、三日目に死人の中から蘇り、今も生きておられ、私たちのために。 取りなし、また導き、また支えてくださっていることを感謝いたします。再び、来たりたもう、主の御祭輪を待ち望んでおります。信じる者とともに、聖霊なる神様がともにいてくださり感謝いたします。礼拝に招いてくださり、ありがとうございます。 新型コロナウイルスの感染も一心一体でございますまだまだ先が見えない中でございますがあなたが今日もそれぞれの教会においてまたその一人一人の場所において礼拝に招いてくださっていることを感謝いたします。 どうぞ今日もあなたが聖書の言葉を通して語ってくださるようにお願いいたしますこれから熱くもなってきますけれどもどうぞ私たちを支え守ってくださるようにお願いいたしますいろんな不穏な動きやまた本当にこの心が本当にこの 痛むようなことが世界に起こっておりますけれども主をどうぞ憐れんでくださるようにお願いいたしますまた私たちイエス様を信じる者がまたキリストの教会が地の主を世の光として良い証ができるようにまた福音を伝え続けていくことができるように整えてくださいイエス様のお名前によってお祈りをいたしますアーメン 聖書に関してのメッセージの3回目でございます。今日は第2友手のこの3章の中からこの聖書の素晴らしいですね、この恵みを私たちも受け取っていきたいと思いますが、中心聖句は16、17節です。聖書は 全て神の霊感を受けて書かれたものであって人を教え戒め正しくし義に導くのに有益であるそれによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものになるためであるというまあこの箇所ですね。と、まあ、説教題をこの聖書は神の言葉 といたしましたまた後ほど詳しく触れますけれども16節に聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものと書いてありますこの言葉は非常に大事な言葉でありましてまあ、聖書がま神の言葉であるということをま証明している言葉の まあ大切な言葉の一つでございます、えーまあ、私たち、まあ、日本人はこの日本語でこのように聖書を読めますが、まあ、そもそも聖書はあの言語ですねあの旧約聖書はヘブル語また一部アラム語そして新約聖書はギリシャ語となっているわけでありますがその書かれた聖書がですね 神の言葉であるということをまあ一般的にも、えー、キリスト教の聖典はこの聖書だということを、まあ、理解している方が多いと思いますね。で今あの私は「聖典」という言葉を使いましたけども、えー、聖,聖典という時に あの「聖なる」っ、ま、て、あ、いうのはという言葉がありますよね聖なるという言葉を使う時と「正しい」という言葉を使う時がございます。実は今私が申し上げた「聖書は聖典である」というのはこの「正しい」という漢字を使うんですね。つまり「正しい」えー、この「基準である」ですね。という意味なんですね。まあ可能 キャノンという意味でございますけれども、えー、ですから私たち、まあ、キリスト教信仰というのはこの聖書に基準を置いている聖書に正しい基準を置いているというのがキリスト教信仰の大事な部分である。そもそもキリスト教であるのかないのかっていうことをどうやって判断したらいいかというと。 聖書を聖典として正しい基準として受け取っているかどうかということになるということですねまあその言葉そのことがこの言葉の中に表されているわけでございます。で今日はまあこの歌詞を中心として、えー、まあ3つのポイントで確認していきたいと思いますが。 一つは、えー、聖書に親しむことの恵み二番目は聖書は救いに導くで三番目が聖書は信仰生活の規範であるということでございます、えー、この一番目のポイントっていうのは三章のこの十節からこの十七節に まあ書いてあることなんですね。で。10あごめんなさい。15節ですかね。で15節にですね。また、幼い時から聖書に親しみっていう言葉がありますね。こ聖書に親しむ。む聖書に親しむということは本当に素晴らしいことなんだ。大きな恵みなんだということであります。 この第二手持ての一章のご説にはですねこれ何回も申し上げているような気もいたしますけどもこの手持てはその祖母ですねおばあちゃんロイスそしてお母さんユニッケの信仰をまあある意味ま継承している。 まあそれはまあもちろん自動的にです、ね、継承したのではなくてどういうことかというとやはり聖書が教えられて聖書をやはりこのしっかりと信じるというこのまあ信仰を持っていたですから、えー、パウロもここでですね「えー、あなたはこのそれを誰から学んだか知っており、まあ、15節また幼い時から聖書に親しみ」 当然この聖書っていうのは旧約聖書のことを言っておりますね。あともう一つはまだ聖書にはこのま,あこうまとまっていないけれどもこの人たちが伝えた福音人たちが伝えたそういうこのまあ福音の内容ということも含まれていると思います。おばあちゃんから お母さんから、まあ、聖書を教えられたということですねでこの時に教えられたっていうのは、えー、何かこう学校でですね先生がたくさんの生徒に「えー、お前たちわかるか?」ってですね、えー、黒板にこうチョークで字を書いてまあ今はもともとです、ね、いろんな教材があるかもしれませんがまあそういう形でですね「お前たちこれは大事なことだぞ」ね。 覚えておれねそして今度試験に出すからななんてですねそういう形で教えられたのではないわかりますよねおばあちゃんお母さんの人格と生活を通してこの聖書が教えられたということです。ということです。そもそもユダヤ民族というのはそのことを大事にしていた。 まあ親の使命というのは、律法を子供たちにきちっと伝えることなんだ。でそれもですね、やはり。普段の生活の中で、まあ人格的に。こう伝えていくということだと思います。まあ私ごとになりますが。私の家庭で一番最初信仰を持ったのが母でした。 そして姉そしてて姉そそ私になるんですねそれも私が小学校に入る前ぐらいなんでございますけれどもで私が小学校にいたときに、えー、まあ私の距離は北海道で寒いわけですね。朝今の時代にはスイッチ一つでストーブがつきます。 そ暖かくなりますすけどももそその当時んんなことありませんもう薪ストーブなんですね薪をストーブに入れてそしてそこからこう火をつけてで部屋がある程度あったまるまで結構時間かかるだから最初に起きた人っていうのはまあすっごい寒いわけですねまあ当然親が、まあ、特に母親がですね、まあ、父親はあの仕事に行きますのでだいぶ早く起きてそしてこう。 寒い中でストーブをつけて部屋を温めてそして朝食をというまあこれは北海道では大体ですねその時代はそういうことをしてたわけですがで冬の寒い時にまだまだ寒い中こうまだもう冬ですからね、えーまあ、電灯をつけなきゃいけないんです朝でもですね。でその中で ストーブをつけながら寒いのでそのストーブの近くでですねまだまあ毛布にくるまってですねストーブが温まるまで背中を丸めてそして何をしてたかっていうとですねこう聖書を読んでたんですね。私はまあ毎日じゃないですけどもたまたま朝早く、まあ、起きてですね そして寝ぼけ顔でそして茶の間に入ってったらですね、まあ、電気がついていてストーブが燃え始めていてそして母親がその背中を丸めてこのまだまだまあ寒いその部屋の中でこう鏡込んでこう聖書を読んでた。お母さん何してんのっていうことなんですねただそれだけなんです。 その時に私は小さい、まあ、まだ小学校に入ったぐらいですけども母親は本当に聖書を信じてるなって幼いなりに思いましたあ本当にこの人は、まあ、聖書を読みそして聖書に生きようとしてるもちろんその小さい時にそんなことを頭に思ったわけではありません。 でも今になってみると、まあ、小さいなりにそうなんだっていうことをなんかこう思ったんですよね。今でもそのシーンがこう忘れられれないですねでそれはその時だけではなくてやっぱり母親がいろんな時にこう聖書を読んでいる姿っていうのを、まあ、垣間み見,見たわけですね。 まあ私にとってみたら手も手が母ロイスああごめんなさい祖母ロイス母ユニケからこう聖書を学んだっていうのはよくわかるんですあなたは誰から学んだか知っているでしょうあなたはそのロイス母から聖書を教えられたでしょうその時に教えられたっていうのは今申し上げたようにですね もう本当に親子とか家族とか親しいものっていうのはなんか偉そうに教えるっていうのは無理ですよね。兄弟でも無理だと思いますね。何偉そうなこと言って、白地らしいこと言ってなんてまあ思っちゃったりしますよね。やっぱりそういうこう、何気ない中で私たちはやはりこう、あこの人は本当に聖書を読んでいる聖書を信じているっていうことを思うのではないか。それがやはり そういう形でこう人に伝わっていくんじゃないか。でこれは必ずしも、えー、まあ自分の親族とは限らない。なぜならば親族で、えー、まあクリスチャンじゃない方もいらっしゃいますよね。誰もいない方もいらっしゃる。だだったら通じないのか。そうじゃないですね。その自分に、えー、イエス様のことを伝えてくれた人。私はもう一人います。教会学校の校長先生です。えー、建築関係の会社の社長をしてた方なんですね。 本当に忙しい大変また、えー、小さな会社ですから厳しい経営の中でやっぱり日中学校の先生をしている小さい子供なりにですねなんか難しいことはわからないんだけどその,せその校長先生であったその会社の社長さんのクリスチャンが本気になって聖書を信じているっていうことは子供ながらわかるんですねその話を聞いて。結構まあ あ難しい、難しいというか大人のようなね、話をする。まあ、そのことはちょっとピンとこないときありました、小さい頃。でもやっぱりその、えー、クリスチャンの、その社長さんの、まあ、真剣さと言いましょうかね。本当にこの人は聖書を信じている、イエス様を信じている。ということは分かったですね。ですから、私たちは、あ別に、まあ、 これ親族ででであああれれれお友達であれ誰であれやっぱりそういう形でこの聖書というものが伝えられているのではないかそういう中でもちろん聖書そのものが神の言葉であるでもその神の言葉っていうのは決してなんか大きな教室で講義で聞いてはあそうかなっていうようなこうまあ信じ方じゃない伝えた方の人格 信仰を通してあこれは本物なんだ本当に神様の言葉なんだっていうことを受け,受け取っている部分が結構大きいんじゃないかいや最初はそういうことが多いんじゃないかそして、えー、この御言葉にあるように、えー「あなたは自分が学んで確信しているところに」っていうありますね11節 じゃあ人様があってこうね信仰を持って私は聖書を信じてるんだっていうから鵜呑みにしてそうかっていうとそうではなくてあなたは自分が学んで確信している自分でもちゃんと学んでるんですねこれがやはりこう私たちがこう聖書を神の言葉として受け取っているということだと思うんですね。 聖書に親しむことの恵みですから聖書をすかただ読むとか何かキリスト教のことを神様のことを書いてるんですねっていうことにとどまらずなんかこう知的な理解知的な理解は大事ですでも知的な理解にとどまらず聖書に親しむ親親ししむですよね聖書に親しむっていうことがこういうことじゃないのかな私たちは 聖書に親しんでいる聖書が、まあ、あるいはこう親しい書物として自分の中にあるということは本当に幸せなことなんだでそれに神様が不思議なようにいろんな人を通してそれは必ずしも「 まあとにかくどういう形でもそういう風に私たちが聖書に親しむというところに導かれたっていうことはこれは大変なことなんだ本当に大きな神様の恵みなんだということがあります。でもう一つはその逆まあ今日の箇所で言うならば13節ですよね。 悪人と詐欺師とは人を惑わし人を惑わして悪から悪へと落ちていくまあ共の中書にはここにありますで全体この手元手の手紙全体を読むならばも,もっとまあ言うとですねせっかく聖書を知りまた聖書を理解したにもかかわらずその聖書の真理から逸脱してしまった人たち 脱線してしまった人たちとかあとは確かに聖書は知ってるんだけども聖書とは違うことを勝手に言っている人たちもいたということをこの手元の手紙では言っているんですね。ですから逆の人もいるわけです。まあ、せっかく聖書に何らかの形で触れたのになんか聖書から出ちゃったいや出ちゃったところかなんか あの聖書とは別ないろんなことをくっつけてですねこれが聖書だよとかねこれがまあキリスト教だよなんて言ってる、まあ、異端ということですけどもそういうふうになってしまった人もいるということなんですね。これも私たちの現実でございますですから私たちはこの神の言葉である聖書に対してやっぱり自分がどういうところにいるのか。 どういうふうに受け取っているのかということがまあ非常に大切なことだなということなんですね。でもう一つ、えー、こう行くとですね、うんとパウロ先生から語られてますよね。でその時にパウロ先生がこの十節に しかしあなたは私の教え歩み志寛容信仰寛容愛忍耐それから私がアンテウケイコニオムルステラで受けた数々の迫害と苦難によくも続けて来てくれたそのひどい迫害に私は耐えてきたが主はそれはレッサのことをから救い出してくださったのである一体キリストイエスにあって信心深く生きようとする者は皆 迫害を受けるというこの箇所ですねつまりパウロ先生から教えられたことっていうのもまあなんか大学の講義室でなんかみんないる前でですねなんかこうとうとうとキリスト教のことを伝えては分かりましたっていうわけじゃなくてパウロ先生と一緒に生活しパウロ先生と一緒にまあ伝道旅行していった時にここに書いてあるように数々の迫害と苦難に遭っていく中で 神様がそこここを守りまたここにあるというね主はそれら一切のことから救い出してくださったとあるから、えー、パオロ先生がどんな時にも神様を信頼して歩んできたっていうことを教えられたということなんですね。ということなんですね。さっき申し上げたあそのクリスチャンの社長さんもそうでした。 いろんな仕事の中で事業の中で社会の中でいろんなことがある中で信仰を持ってイエス様を信じてそして本当にこうイエス様っと祈ってですね支えられ守られ導かれたっていうそういう、まあ、お別しをなさるんですね。子供ながら分かんないとこもあったんですけどもでもさっき申し上げたようにあこの人は本当に 本当にイエス様を信じ聖書を信じてそしていろんな困難や大変な中で信じ続けてきているそして神様はこのね社長さんを守ってくださっているっていうことが、まあ、分かったおそらく手も手もですねもう大人になってますからそしてパウロと同じですね歩みをこうしてるわけですからもう本当にそのことが分かったのではないかと思うんですね。 そしていよいよこの手もてはパウロ先生のこの後この教会の指導者として責任を負わなきゃいけない時が来たということですね。この第二手もてはパウロが殉教の死を遂げる前の,この遺言のような絶筆でございます。 ということはパウロ先生がこのあと処刑されてそしてまあこの地上の生涯を終える手に返っていくっていうことがもう想定されてるわけですね。パウロ先生も分かってるしこの手紙を受け取った手も手もそのことは重々自覚している中で自分自身がこれから非常に重い責任を負っていかなきゃいけないわけです。その責任ということを考えたときに、えー、今言ったようにね えー、確かにこう一緒に信じているクリスチャーの人たちもいるだけどそうじゃないねなんか本当にこう異端の人そしてなんかそこを邪魔する人もいるそしてこれからそのローマ帝国の迫害が起こってくるいやひょっとしたら私もパル先スと同じように捕まってですね殉教するかもしれない非常にこの先見えないまた 困難や迫害が待っている中でどうしたらいいのかその時にパウル先生がこの聖書の話をしているわけですあなたには聖書があるでしょうあなたは幼い時からね聖書を学んでいますよねそしてあなた自身も学んでますよねそしてその聖書というのはそれはこういう形で伝わってきてますよね そしてあなたも同じようにこれから聖書を読んでまた聖書の神様の言葉を受け取ってそして信仰生活これからいろいろ大変な中で歩み続けてくださいこれが私の遺言なんですよって言ってるわけです。だからパウル先生の遺言っていうのはある意味では聖書なんですね。 私は立派なことをやってきました立派な牧師さんです私のことを見習ってくださいと最後言ったんじゃなくて聖書の言葉があるということをパウロ先生は言いたかったのであります。で2番目のポイントはそれは聖書は救いに導くということですねそれがこの16節聖書は全て神の霊感を受けて書かれたものであって て人を教え戒め正しくし義に導くのに有益である。前半の聖書はすべて神の霊感を書かれたここです。このようにいろんな書物があります。もちろん有益な書物、役に立つ書物、そして座右のですね書とすべき本というのはあると思うんですね。だけどそういう中で たった一つ聖書が違うのは何かというとこの言葉なんです。聖書は全て神の霊感を受けて書かれた。聖書は神が書いた。聖書は聖霊が特別に働いて聖書を書いた預言者また人たちに働いてそして書いた書物なんだ。ここに聖書のまあ絶対性聖書の唯一性 があるとということなんですね他にはない他にこういう書物はないだからさっき言ったように「聖書を聖典とする」ということが出てくるわけですだって聖書ってね人が書いたんですよね確かに書きましたペンがなんかふわっと浮いてそしてまあ用紙の上にですね パピルスの上に勝手になんかまあ筆と言いましょうかそういうものが動いてなんかちょっとわかんないねなんか文字が書かれていてそれを解読したっていうのが聖書じゃないんですね。聖書はあるんだ人間が書いた人間の環境の中で人間が理解できるように人間がわかるようにそしてその時代時代の中できちっと書かれたっていうのが聖書です。 ですから私たちは聖書をそのまま読んで理解できるようになっている決して謎の書不思議な不可解な書物ではないちゃんと涼み地立ててちゃんとおー理性的にも理解できるように聖書は書かれているそしてその聖書っていうのは確かに人間が書いたんだけどここに書いてあるように神の霊感を受けて書かれた。神が 特別聖霊を持ってその聖書記者に働いてそして聖書が書かれたということなんですね。ということなんですね。そしてその聖書を読むならば何かというと「人を教え戒めえ正しくし義に導くのに有益である」ということですね。で聖書を読んで何の役に立つんですか って聞かれたらこうです人を教え戒め正しくし義に導くのに有益であるで最後にこの義に導く子ですね言葉を変えるならば救いに導くですから、まあ、2番目のポイントというのは聖書は救いに導くとということです聖書に何が書かれてあるのか聖書の一番大事なあ、まあ、主人公それは誰か。 それはイエス・キリストでありますよねイエス・スキリストがこの世に生まれた神の子であるイエス・キリストがこの世に来られたそしてそのイエス・キリストが十字架の死を遂げたそして死んで終わりではなくてイエス・キリストはよみがえった復活なさったそのことによって私たちの救いが成就した。 それでイエス・キリストは昇天され天に帰っていかれそして再びイエス・キリストがこの世に来られるということですね。でこのようなことが聖書に書いてある。誰かが夢で見て分かったあ,ある人が神秘経験をしてですね例の世界から教えられたものではなくて聖書に書かれてあること。 その聖書に書かれてあることをしっかりと受け取って信じるということはそれはイエス・キリストを信じることイエス・キリストの救いを信じることになるということですね。イエス様は天地は滅びるであろうしかし私の言葉は滅びることがないとマタイの福音書24章の35節におっしゃいました。私は一時期 聖書って本当かなって悩んだ時があったんですね。まあたわ、ある意味はまあ、たわいのない疑問でありましたけども。もちろん、まあ、学問的にとか。いろいろ調べて。わかったということもあります。もちろんあります。でも、それ以上に。わかったのは、それはイエス様が。おっしゃった言葉。 天地は滅びるであろうしかし私の言葉は滅びることがないっていうこの言葉で本当に分かりましたこの世界にあるものですねこの世にあるものはいつか滅びるまた変化するですねなくなってしまうだけどしかし私の言葉は滅びることはない天地は滅びるけれども私の言葉は滅びることはない永遠に変わることのない言葉 ですね、あこの言葉を信じたらいいんだって心から思った時に本当に心の中に平安が来ました。聖書の言葉は永遠に変わらない神の言葉なんだ信じたらいいんだ。ヤコブのの手紙の1章21節に だからすべての汚れやはなはなしい悪をしてた捨て去って心に植え付けられている御言葉を素直に受け入れなさい御言葉にはあなた方の魂を救う力があるという言葉がありますまあ、後半御言葉にはあなた方の魂を救う力がある御言葉聖書の言葉ですよね私たちに与えられた旧神約66節 この聖書の言葉は魂を救う力があるですから私たちはこのイエス・キリストの十字架の救いそのことを聖書によって理解して信じる信仰ですねもちろんいろんなものを見て感動するですねまた何か心がほっとするなんか自分の人生の中で神様を信じたらいいことがあった。 本当に、えー、自分の願うようなことがあっただから神様はいらっしゃる私を守ってくださる決して悪くない間違ってはいないでもそれだけに頼ってると私たちは自分の救いが曖昧になってしまうんですねそしていろんな出来事いろんな自分の心の動きの中でやっぱりこう揺れ動いてしまう。自分の救いが揺れ動く ということは、自分の信仰生活も揺れ動くし、またそういう中で悪魔が働いてしまう面がありますよね。そういう中で自分の救い,救いが曖昧になり、そしていつの間にか離れてしまうということが起こりうるわけですね。起こりうるわけです。誰でも起こりうる。だから、私たちはしっかりと永遠に変わらない。聖書の言葉、神様の言葉によって自分の救いを確信しているということが。 非常にに大事になるととというここででありますす番目今度は救われた後のことですね聖書は信仰生活の規範である、まあ、言葉を変えるならば基準であるということこれが17節それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものになるのであるこうですね。 神の人が、まあ、良い技ができるようになる。そして整、整えられた、まあ、完全って言葉もありますけどもね、整えられた人になっていく。ということですね。信仰者としても、人としても成長していく、円熟していくっていうことだと思います。このことは非常に大事なことだと思うんですね。決しててイエス様を信じて そこでで終わりではないそっからスタートそこから信仰者としての成長がある現代はいろんな価値観考え方があります。そってそれぞれの、まあ、民族それぞれの国にはそれぞれの文化がありそしてその時代時代の影響を受けます。今そういうものが激しく、まあ、揺れ動いている。 時代ではなないいかなと思いますね、まあ、もちろん今申し上げた中で良いこと価値のあること意味のあることも多いと思いますでも逆もあることも事実ですよねいわゆるナショナリズム民族主義またある人の強いイデ,イデオロギーですよね思想またそれがこう強制されてくるとかですねあとその時代時代で変化する。 ですから、そういう中で、私たちは、やはり、こう、自分自身、こう、ゆすば揺さばられていくです、ね。あとは、もう、本当に、人の意見、人の考えに、も簡単に、こう、左右されてしまう。非常にある意味では、怖い時代に、私たちはいるんじゃないかなと思いますね。その中で、ある意味では、本当に、しっかりと、流されないで。生きていくっていうのが、それ、やっぱり。 永遠に変わらない神の言葉を土台にして生きていくで具体的な生活もいろんな価値観の変化がある中で聖書のやっぱり基準聖書の倫理をしっかりとそれを基準にして生きていく中に私たちはぶれないでそして安定した健全な生活を送ることができるはずでございます。 私たちの信仰生活、また現実の社会生活の基準が聖書にあるということが、この17節でございます。まあ、小さなことかもしれませんけれども、ある方がですね、会社の後輩から誘われて教会に来た。まある意味は、日明かし半分で来たのでありますね、クリス,クリスマスに。 おこんな世界があったかええー、クリスチャンこんなことやってんのかクリスマス会楽しかったねでもおその方はもう全然信仰を持つというつもりはその時はなかったんですね。でちょうど年末ですから、まあ、当然忘年会とかあ、まあ、それからずらってあるそしてその方はですね、えー、っと趣味に生きるそれもあの、えーまあ、お酒を飲むこととあとは、まあえっと、山登りが好きだ。ですね 登山が好きだもう会社には行ってるんだけどもうそれにねもう一生懸命やってただからはっきりまして教会に行くなんていうことは、まあ、それ一回であんまり考えてなかったでもその後輩がですね、まあ、あのまた誘ったので、まあ、しょうがないんだけど、まあ、付き合いもあるしって行ってやろうかっていう形で何回か、まあまあ、付き合いで行ってたそうですね でそれが、まあ、どんどんこう進んでってそして、まあ、あの最終的にはクリスチャーになったんです。でその時にそのクリスチャーになった後にその方はこう言ってました自分でも不思議だ最初は今申し上げたような気持ちしかなかったんだけど、まあ、いつの間にか、まあ、教会に続けてくれるようになってそして聖書を読むようになってイエス様を、まあまあ、信じようと思うようになって信じてあの、まあ、占領を受けた 自分は何か真面目になりたいとかまたそういう何かいろいろ自分にまでやってたことをやめようとかね今度は教会に真面目に行こうなんていう気持ちは一切なかったんだけどなかったんだけど不思議に変わったったて言うんです、ね、いやその,あの山登りもほとんど行かなくなったしなんかこうことあるごとにねなんかお酒を飲んだりなんかいろいろそういうねあの宴会に行ったりそれもねあのなんか行きたくなくなったんだ。自自然にこう自分はそういういことがこう 病んでかは、ね、これはその人だけではなくて私たちは本当に聖書の言葉をしっかりと受け止めてそしてそのようにこう生活していく生きていくとおのずと変わっていく神様がおのずと私たちの心と生活を変えてくださるそれが神の言葉だ。 ある人は一挙に変わる人もいるでしょう。ある人はまあ少しずつ変わる人もいるでしょう。神の言葉というのは私たちの心と生活を本当に変えていく。自分でも不思議だなと思うんですね。私も自分自身のことを思います。自分でも不思議だな。かつてこんなんじゃなかったのに。ああれ、いつの間にか変わってた。てねまあ、もちろんそこ、そのガラッと変わる人もいるし、静かに変わる人もいるし。 また意識して変わる人もいますよね。まあ、とにかく、どちらにしても神様の言葉っていうのは私たちをこう変えてくださる。あ、本当に素晴らしいな。そういう中で。私たちは信仰生活を歩んでいるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様。今日は聖書は神の言葉であるということを。 あなたからのメッセージとして受け取ることができましてありがとうございます私たちも聖書を信じていた方から聖書を伝えられましたでその時に本当にその人の命となっているまたその人の信仰となっているというところから私たちもその同じ信仰が伝わったわけでございます私たちもどうかなお本当に聖書に 親しんででいくことができますように聖書の御言葉をなお深くく心に留めささせてください聖書は私たちを救いに導きまた救いの確信に導いてくださることを感謝しますしっかりとイエス・キリストの十字架と復活を信じてと救われたという恵みと確信に生き続けていくことができますようにまた私たちの現実の生活非常に悩んだりまた苦しんだりまた時には誘惑を受けたりまた 罪を犯してしまうような危険もございますでもそういう中でどうぞ私たちの具体的な信仰生活が聖書を基準として聖書を批範として歩み続けていくことができるように私たちを導いてくださいイエスキリストのお名前によってお祈りいたしますアーメン